エルベン・ベンネ・マルスは、オランダの男子スピードスケート選手。オーファー・アイセル・シューダルフ選手出身。1995年に、聖なよきで行われた世界ジュニア選手権で24位となる。1996、97シーズンにワールドカップへ初出場したが、総合で500メートル22位、1000メートル28位に終わった。 1998年の世界スプリント選手権で3位に入ったが、長野オリンピックでは競技中に負傷し、記録を残せなかった。同年にはスモール複合で世界記録を出し、2000年にはワールドカップで初勝利を挙げる。ソルトレークシティオリンピックの成績は500メートル10位、1000メートル5位だった。2002、03シーズンと、 その翌シーズンはキャリアの最盛期であり、世界選手権で7個のメダルを獲得、ワールドカップでは延べご種目で総合3位以内に入っている。その後は団体パシュートでも活躍。トリノオリンピックでは初めてのメダルを手にした。2010年に現役を引退。ワールドカップでは優勝28回、総合優勝5回、スモール複合で3回。 1500メートルで1回世界記録を出した。1500メートルの記録は当時の世界大記録である。現在以下の種目で世界記録を保持している。スモール複合の記録は500メートル、1500メートル、3000メートル、5000メートルの記録を500メートル単位に割って算出される。500メートル3回、1000メートル15回。 1500m7 回、団体パシュート3回。スピードスケーティングバイクロフィスエルベンベンネマルス、国際スケート連盟、スピードスケーティングレコーズ、ヒストリカルワールドレコードスモールコンビネーション面、国際スケート連盟、スピードスケーティングレコーズ、ヒストリカルワールドレコード 1500m 面、国際スケート連盟。ありがとうございます。